はい、皆さんこんばんは、シビックテックオンラインアカデミーの第18回開始したいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、株式会社ホルグの加藤さんにお越しいただいております。テーマはですね、お役所仕事を変える公務員がやっていることというテーマでお話しいただきます。結構この配信シビックテックオンラインアカデミー自体は、公務員の方も、多く参加していますし、きっと公務員を応援したいみたいな人が多いと思ってますので、ぜひいろんな話を聞いてですね、今後の活動に生かしていただけるとありがたいなというふうに思います。加藤さん、簡単に自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さんこんばんは。こんばんはかこんにちはかちょっと微妙なところなんですけども、はい、ホルグの加藤と申します。自己紹介いつも困るんですけど、もともと民間企業の今のライフルっていう会社、ホームズっていう不動産のウェブサイトありますかね、そこの会社に、2007年に入社をして、大体10年ぐらい働いてました。そこから、2016年かなに退職をして、ホルグという会社を作って、今までは不動産のウェブサイトを、不動産広告ですねを売っていたんですけれども、地方公務員に取材をするようになったりだとか、地方公務員を表彰するようになったりだとか、とにかくですね、地方公務員にまみれた生活を日々送るのが私ですね。山さん、ありがとうございます。本当に心強いですなので、そんなことをやっているっていうのが今の僕ですね。で、起業して大体3年ぐらい経って、結構状況がいろいろ変わったなと思いながら、なんか日々過ごしているような、そんなような感じですかね。はい、ありがとうございます。公務員にまみれたっていいですねはい、今日アカデミーなので最初にですね、10分ぐらい実際このテーマに関してお話をいただいて、その後で、ぜひチャットで、皆さん参加者の皆さんからも質問いろいろいただけたら嬉しいなと思うんですけれども、質疑応答に入っていきたいというふうに思っております。では、加藤さん、最初にプレゼンテーションの方からお願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。画面出てますかね、今。はい、大丈夫です。はい。で、一応ですね、僕の不安は10分でお話しできるかということなんですけども、ちょっと僕、何やってるかよく分かんない人だと思うので、そこもバーッと最初流して、でその後に、ちょっとその、表層的な目になってしまうかもしれないんですけども、駆け足で、僕個人が思って、結局、本質的に公務員がやってることって、こういうこと、活躍する公務員がやってることって、こういうことだよねっていうところを、話していきたいなというふうに思ってます。はい、で、今日の話す内容ですね。はい、で、僕はさっき言った通り2016年に株式会社ホルグというのを作ったりしながら、そうですね、去年三芳町というところの、魅力ある町づくり会議みたいなものでアドバイザーさせていただいたりだとか、あとはメディアに発信するということもよくやっていて、フォーブスジャパンなんかにも記事を寄稿しています。で、すごくマニアックな経営理念を抱えていて、人の根源的な幸せにつながるけれども、儲からない事業を維持可能なビジネスへと育てるという、本当にちょっとクレイジーな経営理念で、やっていて、大体この中身を見ても、全部地方公務員に関わるようなことばっかりをしていますと。でそれをざーっと説明していくと、最初に始めたのが活躍する自治体職員を取材するメディアで、通常その目立つような公務員というのが世に出がちなんですが、僕の場合は結構マニアックなというか、地味な領域ですかね、というところの情報をすごく多めに発信している、かつ実務的なものを発信している、これやってすごかったよねじゃなくて、なんでそれができたのかとか、そういうことを書いてます。であとは同じようなことを、フォーブスとかダイヤモンドナインとか、そういう大手メディアに出すと。これはホルグ.jp って何ぞやって話になってしまって、そうだと影響力が持てないので、こういうところにも書かせてもらいになっていったと。であとは本みたいなのもやっぱりすごく大事かなと思っていて、なかなかその
ウェブサイトでホルグ .jp って言われてもみたいなところがあると思うんですけど、まあ、本屋にちゃんとこういうふうに本が並ぶっていうところはすごく大事かなと思っていて、これも実は同じ発信の仕方、ただし手法論が違うっていうところなのかなというふうに思っています。あとはですね、あの公務員をまあ表彰するようなイベントをやっていて、まあいろいろそうそうたる会社さんが電通とかですね、まあ講演協賛入ってもらっていて、まあこれももう目的は一緒で、活躍する公務員をいかに知ってもらうかとか、まあ分析するかとか、そういった観点でやっています。意外と拾ってくれることがあって、これもさっきのメディア発信と一緒なんですけど、まあ、僕一人ホルグ .jp でやっても全然意味がないと思っていて、まあ、うまく巻き込んで動いてもらってるというところがあります。これだけちょっと経路が違うんですけど、地方公務員オンラインサロンっていうちょっと怪しいですね、あの月額制の、地方公務員限定のコミュニティをやっていて、まあ、この中で、まあ、今 Zoom 使ってるんですけども、同じように、まあ、市長さんとか活躍する公務員とか、まあ、本出してる公務員の方とか、あの、まあ、そういう人に登壇をしてもらうと、でそれをまあ刺激として持って帰ってもらって、日頃の実務みたいにもし返すことができたとか、もしくはまあモチベーションを持って明日から頑張ろうって思ってもらえたらいいなと思っていて、公務員を支援するコミュニティをやってます。で、僕の強みって結構そのメディアだったりもするので、そのコミュニティの中で公務員が直接執筆だとかできたりだとか、まあ、あとは専門家みたいな、まあ、弁護士とか医者とかのグループがあって、そういうところで相談できるみたいなことをやってます。はい。基本的には僕のやってる活動って全然まあ儲からないことなんですけれども、地方自治体っていうところの価値っていうのが大前提にあって、地方自治体っていうところがまあ仕事の成果を高めることができたら、それは多分世の中にすごくまあ返ってくるというか、まあ、プラスになるなっていうところが僕の根源的な思いだったりするので、まあ地方公務員ないしは地方自治体にこだわっているというような形で、もともとやってきた流れは、まあ、ウェブサイトから、アワードだとかメディア発信だとかのことをして、今雷注意警報がすごいことになってるらしい。雷警報が、はい、そうですね。で、儲からない領域と儲かる事業みたいなところをすごく、起業するときに意識をしていて、儲かる事業って結局、まあ、多くの企業とか参入者がいるけど、儲からない事業で人の根源的な幸福につながるみたいなことってあんまりやる人いないなと思って、そこを、まあ、その経営理念にもかぶるんですけども、まあ、一応その大儲けしなくても、まあ、その維持できるような状態に持っていくということがすごく大事なんじゃないかなと思って、うん、まあ、ホルグ .jp というところをやり出したというのは、そんなような感じですね。はい。で、その上で僕大体3年ぐらい、地方公務員の方と日々やっていて、多分人数でいうと多分 3,4 千とかは確実で、それ以降ちょっともう分かんないぐらい、お会いしていて、その中でいろいろ思うことがあって、まあ、特にあの本にはすごくそれを深く書いたんですけども、うん、まあ、ちょっとショートバージョンみたいな感じでサクッと話をすると、なんかあの公務員がまず目立って、活躍する公務員が全国で増えてきたっていうところの話があって、ただまあ活躍する公務員って必ずしもまあ目立つ公務員ではないなと思っていて、よくメディアで出るのはまあ観光系とか、まあ、そういう比較的華やかな話だったりするんですけども、まあ、それだけじゃないなというところがやっぱりすごく感じたところ、特にセーフティネットとか、まあ、福祉とかインフラとか、まあ、そういった意味の行政の価値っていうのは、なんかその公務員に会えば会うほど感じることが多かったかなと思っていますと。まあ、一方で、結構その活躍する人が派手だと、なんとなくその叩かれる風潮もあるのは気になっていて、僕は地味でも派手でもどっちでもいいんですけど、僕はただ地味な人を取材した方が、その他のメディアが取材しないからいいかなと思ってやっていますと。で、結構これはある公務員の方が発言してたことなんですけど、やっぱりその役所で評価される順番みたいなのが派手になると結構ハードルが高いっていうのもあって、なんかこの辺はこの辺で逆側に振り切れていて、なんかもうちょっと性格に対して焦点を当てた方がいいのかななんてことを思って、うんうん、で、まあ、これはもう公務員の方からしても当たり前の話だと思うんですけども、まあ、公務員に求められていること、まあ、地方自治体に求められていることっていうのは変わっていて、そこでまあ個人の裁量とか影響が大きくなっているというのは、なの
ので、まあ、今後確実にそのまあ人の力によって組織の成果が高まっていく、もしくはダメな人がいてダメなマネジメントをしたら成果は下がっていくような時代になっているのかなというふうに思っています。で、ごめんなさい、タイトル間違ってた。お役所仕事を変える公務員がやってることって、なんかすごく平たくまとめたいなって思って本を出すときに考えたんですよね。結局何が違うのかなって考えると出てくるのが3つで、なんか字面にするとめちゃくちゃ当たり前じゃんって話になるんですけどなんかこれだなって思ったんですよ。なるほど。でやっぱり当たり前ですけど、課題があるって思ってない人って解決しようとする気も起きないから、まあ、何にも起きないっていう話なので、まず第一として課題を発見しなきゃいけない。何しろ、課題しか持たなきゃいけないってことですね。これは結構原体験もあって、その自分の経験との比較論から出てくる話もすごい多いと思っていて、なんか自分がこういう経験があったときに、不都合だなと思ったときに、やっぱりこれ直した方がいいよねって発想って結構その企業家とかが起業する場合もすごく大事なんですけど、なんかその改善すべき課題みたいなのをまず強く思うみたいなフェーズが必ずまあみんなあるのかなというふうには思いました。であとはその改善の根拠とか、まあ、大義みたいなところですね。そこをすごくそのちゃんと説明できるというか、これ当たり前なんですけど、結構緻密に積み上げてる人って実は民間企業の時もそんなに多くなかったなって気がしていますと。特に公務員の場合は少しこの大義のところが民間と違っていて、民間は多分売上利益イコール正義だと思うんですけど、公務員の場合って結構 そこってあんまり、もちろん今はちょっと財政的な問題もあるとは思うんですけど、ただそれよりもなんか公平性とか平等性とかそういうところが大事にされてたりとか、まあ、これって市民のために本当になるのかとか、そういったようなところの、まあ、大義みたいなことはすごく大事なのかなと思ってます。で、最後の風を読むっていうのは、やっぱりその時代の中でこういう流れに行かざるを得ないよねっていう合意、なんだろうな、もやもやした合意形成みたいなのが前提としてあると、そういうものって進めやすいと思いますね。例えば、20年前に働き方改革みたいなことをやろうとしても、なかなか多分できなかったと思うんですけど、今って働き方改革って言えば、なんとなくやった方がいいよねみたいな雰囲気があるから、結構押し切れちゃったりとか、働き方改革やってるところってすごいよねみたいな風潮って結構大事で、そういう風潮が生まれてるから、そういう時にやるとか、まあ、これはでも細かいところで言うと、市長が変わったとか、組長が変わったとか、上司が変わったとかでも一緒だし、さらに言うと上司は何を言ったら通してくれるか、決裁者が何を言ったら通してくれるかみたいなことも風を読む一つの要素かなと思ってるんですけど、自分がやるべきことは何かと発見し、それをやる理由、その連動みたいなものを高めて、その高めたものを適切なタイミングだとか適切な相手、ないしは適切ななんか出し方というんですかね、手の内の出し方みたいなことをやっていくと、このやりたいことができている。これによってまあ活躍しているのかなというふうには思います。で、これはちょっと逆側の話なんですけど、なんか活躍している公務員って大体僕の中で叩かれてるイメージがめっちゃあって、で、よく結局首長や上司に理解があっただけだよね、みたいなこと言われるんですよ。まさに神戸市とかめちゃくちゃ言われそうですよね。有名市長がいると、ね、はい、目立つ市長がいると、はい、でも結構冷静に考えると、その上司って全ての部下に自由を与えないじゃないですか、やっぱりこいつだからやらせていいっていうのを選んでいて、そこに選ばれてる状況を作れてるっていうことはすごく大事なのかなというふうに思ってます、あとこの辺もなんか目立つ公務員は本来やるべき業務やってませんよみたいな話があるんですけど、これも結構間違ってるんじゃないかなと僕は思っていて、やっぱりこれも上と被るんですけど、普通に本来の仕事やらない人に多分チャレンジングな仕事って来ないんですよね、結果が上がるような仕組みとか、なので、まあ、この辺はちゃんとこなしているから自由を持てているっていうのはすごくあるかなと思います。あとこれも結構僕本当にすごい批判受けてるなって思っちゃうんですけど、あんまりそうじゃない、まあですね、いるっちゃいるとは思うんですよ、そういう人、でも、なんかそう、ですね、もうちょっと寛容になっていいと思ってて、そういうフェーズみたいなのって多分あっていいと思ってて、
起業家とかってそうだと思うんですけど、起業家とかで上場とか、あと投資入りましたって瞬間とかって、なんか、多分調子乗ってる人すげえいるじゃないですか。はいはいはい、でも、なんていうのか、それって多分学ぶんですよ。あ、これ良くないなみたいな、学んでいって、なんかすごい謙虚になったりとか、それは、あの、本当に思ってるか分かんないですよ。本当に思ってるか分かんないけど、損をするっていうことが分かるから、それそうすることによって変えてくるっていう、なんかその学習、人が学習して変わっていくっていうことを考えたときに、なんかこの一つの事象が仮にあったとしても、叩かなくてもいいし、本当にみんなそんなに調子乗ってるかなっていうと、結構落ち着いてる人もいる気がするんです、僕は。だから、なんかそこは、誰しもこういう瞬間があったりするっていうのは、寛容性を持ってもいいのかな。で、これ最後かな、スライドになるかもしれないんですけど、これはあの、ちょうどそのさっき僕がやっていた地方公務を表彰するイベントで、受賞された方ですね。去年のイベントで受賞された方なんですけども、こうおしなべてみるとですね、あの、まあ、いろんな事例がいろんな領域で進んでるんですけど、そのさっき挙げた3つ、そのちゃんと課題意識があって、そこから大義をちゃんとの連動を高めると。で、それを、まあ、風を読んで進めたなっていうのが、なんか全員に共通することかなと思って、なんか僕個人はやっぱりその結局そういうその本質的に大事なことをやっている人っていうところが、まあ、成果を出している。それによってまあ評価をされているのかななんていうところが一つ、すごく公務員を見ていて思ったことかななんていうふうに思っています。はい。ちょっとじゃないですね。だいぶ長くなったんですけれども、一旦ここまでで大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。パチパチ。はい、皆さん、あの、配信聞いている皆さんもですね、ぜひコメントとか質問とかいただけるとありがたいなというふうに思います。ここからはあの QA タイムですので、ぜひ自治体の方も、ちらほら名前が見えますけれども、いろいろと、発言いただけるとありがたいなというふうに思います。まずちょっと私の方から、その間質問させていただきたいんですけれども、はい、まず、また結構その公務員まみれの生活みたいなのありましたけれども、はい、そもそもやっぱこのそのやる人が少ないっていうあのスライドもありましたよね。で、そのこういったところに関して、まあ、始めようと思った時には。あのまあ、すごいあの経営理念もすげえ面白いなと思ったんですけれどもあの実際なんか ここまで来るようなイメージみたいなっていうのはあったんですか。いやちょっと運が良すぎるなとは思って運が良すぎるただ、通らなきゃいけないルートだと思っていたのが本の出版とかはあったんです。うん、そうしないと信頼感も出ないので、なのでそういう意味では、そこはすごく多い、そうですね、ルートの中に置いてましたね。なんか本当にあの どんどんいろんな、あのプロジェクトというかですね、やることがこうどんどん積み上がって増えていっていて、はい、あの僕もあのアワードとかは最初の頃から結構あすごい面白いことやる人が出てきたなというふうにこう思って何よりやっぱ公務員が選ぶみたいなところ、もうすごいあのコンセプトが素晴らしいなと思って いる中に本当にどん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 こうあの露出も増えてきたしメディアとしてもねすごくこういろんなところで紹介されて名前も聞くようになってですねあのありがとうございますすごいなとあの純粋に思っています。ですごいちょっとあのその儲からないところその競争が少ないところをやろうって思ったのは、はい、そもそもどうしてなんでしょうか。はい、さっきのあの、うん、4現象に分かれてるスライドがあったと思うんですけど、うんうん、やっぱりその儲かる事業とかに関してはそのいろんな会社がお金出したりだとか、うんまあ、いろんな人がそこに行くとは思うんですけど、儲かんない事業は多分誰でもやらないじゃない、あ、むしろそれをやってるのは行政だったりするわけで、なんかそういうところの価値を、なんだろうな、
もうちょっとそのビジネス視点を持っていれば、うんうん、儲からなそうなところもなんとか生活できるぐらいの状態だとしたら、それは価値かなと思ったんですよ。まあ、あとはやっぱり民間企業のその争いの中に自分の身を置いておくことが自分自身の価値を最大化するものなのかなっていうのはすごく思って、はいはいはい、なんだろうな、別に民間人って優秀な人いっぱいいるんですよ、うんうんうん、なんか僕そこにいる必要ありますみたいな、はい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 、なんかだって公務員は例えば330万ですけど、30万人ですけど、はい、多分民間事業者って6000万ぐらいいるのかな、5000万間違ってたらすいませんね、うんうんうん、とかっていて、なんかそれはなんかそっちの世界の人がやればいいんじゃないかなと思った時に、僕はその儲からない領域に自分の身を投じていくっていうことを感じた、はい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 、なるほど。まあそのやっぱ基本はやっぱちゃんと事業としてのある程度の組み立てられる力があるし、まあ競争が少ない、中でちゃんとやれば、まあ一人が食っていけるぐらいは全然いけるだろうというふうに思ってやってきたと。で、まあ、実際そうなっているっていう状況ですよね、今ね。やっとですね。あの1月にその超公務員の有料コミュニティみたいなのを作って、そこに結構皆さん参加していただいていて、はいはい、それが本当にありがたいですし、はいはいはい、あとそれがすごい僕のなんか精神的な支えになってるっていうのなんですけど、はいはいはい、なんかメディアとかやってても、なんか本当に自分って意味あるのかなみたいな。やっぱ思っちゃうわけですよ、うんうんうん、なんかこの僕が発信してるメッセージって世の中に実装されてるのかなって思っちゃうこともあって、はいはいはい、結構へこむこともあったんですよ、やってて。なるほどね。ですけど今、はい、例えば、オンラインセミナーみたいなのをサロンの中でやった後に、うん、例えば広報担当の人とかが、はい、昨日聞いた話やりましたみたいなことを言ってくれたりするんですよ、はい、そうすると僕がやってることが少なくとも世の中にちょっと実装されていくっていうことに関われてるっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、はいはいはい、僕あのなんでそんなに公務員好きなら公務員にならないのって言われるんですよ。でも僕一人がなるよりもなんか僕がそのみんなを支援してみんなが実装していくっていう方が多分意義があると思ったり価値があると思ってやってるんですけど、うんうん、なんかその葛藤っていうのは常にあって、それがサロンで若干まあ実現できたっていうのは、うん、そうですね。ああ、すごくいい話ですね。なるほどね。確かにまあ、自分自身は公務員じゃないわけですもんね。そうなんだ、そうなんだ。その俺がこんな偉そうに言ってていいのかみたいな。そうなんだ。それに対してちゃんとサロンという、まあ、仲間というかコミュニティができたことによってやっぱ実際その価値も実感できているし、その本当にこう頑張ってる人たちのそのに対してもちゃんと価値を出せているっていうことになってるんですかね、はい、出せてるといいんですけどね。はい、あの出せてるんだろうなというふうにすごく思います。あの、まあ、Code for Japan もすごくその誰もやらないところをしっかりやるっていうのは結構意識はしていて、まあ、私自身もあの儲かるからやるみたいなところはまさに競争が多くて、あのむしろ誰もやらないくらい儲からないと思っているところ、うん、をひたすらやり続けたり、人よりちょっとだけあのリソースを突っ込む時間なり、まあまあ、お金があればお金でもいいしをやると、あのちゃんとこうそれによって喜ぶ人が出てきて、でその誰かが喜んでいるということはなんかこうあのその続けてほしい人がどこかにどんどん増えていくと、まあ、お金にもなっていくみたいないうふうなサイクルは僕自身もすごく感じているので、まあ、そういう人がどんどん増えていくと、あのもっと世の中はあのわざわざみんなで苦しいお金儲けのところに行かずに、あのちゃんと自分がやるべきだというものをやって、それによってお金も回ってきて、であのみんなが楽になるみたいな状況になるんじゃないかなとは思いますね、うん、ありがとうございます。あ、質問が入っております。評価の価値観で言えば本質、値打ち、意義とありますが、本質や意義にフォーカスしたいということかなというふうに、質問というかコメントというか、確認というか入ってますね、はい、これあれですかね、島さん、はい、事業に対する評価っていうイメージですかね、うん、すいません急に質問しちゃった
画面上で発言していいですか。すいません、島田です、はい、まあ、シビックテックもそうなんですけど、はい、シビックテックも DIY だって言って、要は自分の生活を良くしようっていう、うん、それをみんなでっていうところはあったりするんですけども、うん、その今のビジネスお金っていう話はあるんですけれども、はい、うん、その社会に対しての価値ですよね。そこにフォーカスしたいっていうことなのかなって思って聞いてました、うん、はい、そうです、そうです。なんか結構これって土星論でよく言われるのが、そのお金稼いでるビジネスっていうのは結局世の中のためになってるんだよっていう話って結構言われる、うんうんうん、裏を返すとお金稼いでない事業は世の中のためになってないよってことも言われるんですよ。で、僕はただこれはどっちも半分正しくて半分間違っていると思っていて、うん、なんだろうな、世の中の多くのものって実は代替されてしまうものばっかりなんじゃないかなと思っていて、うん、例えば今ご自身で乗られている車があるとして、その車のメーカーが仮に潰れたとしても別に他のメーカーあったりするじゃないですか、うん、だから車のメーカーってめちゃくちゃでかい会社ですけど、そのメーカーが1個なくなっても実はそんなに人の、うん、幸せを奪う力ってあんまりないと思ってるんです、はいはいはい、それはなんか僕が前の会社にいた時にもやっぱり同じように競合がいて、結構競合がちゃんとしのぎを削っていると、なんかこの事業が仮に傾いた時にめちゃくちゃなマイナスって起こるのかなみたいなことをやっぱり思ったんですね、はいはい、でその時に、じゃあどういう仕事をしている人たちが唯一無二というか代替可能性がないかっていった時に、僕がたどり着いたのは公務員で、うん、公務員ってそのこれはまあ独占企業みたいな言い方になっちゃうかもわかんないですけど、地域でその事業をやってる人がいい成果を出したらみんなが得するじゃないですか、うん、例えば水道料金半額になりますって言ったらその住んでる人みんな得じゃないですか、うん、逆に言うと値上げします倍にしますって言ったらみんな損するじゃないですか。でも民間で例えば携帯倍にしますって言ったら、例えばドコモから au に変えれるけど、うん、水道って言われたら引っ越すみたいな感じになる、うん、なんかそういう意味ではすごくその行政が担っている価値っていうのが大体可能性が低くて、かつ本質的なセーフティーネットとしての価値がすごく高い、それをじゃあ自分がやるよりも何か支援する方がいいんじゃないかなと思ってそこにフォーカスしたみたいな、そんな感じですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんも他にも質問等ありましたらぜひ、書いていただければと思いますけれども、その基本的にはその当たり前なことが3つっていうスライドにもあったように、まあ、ちゃんと課題を発見してその改善の根拠、大義の精度、練度を高めて風を読むみたいなことができている人が、まあ、お役所仕事を変えられていると、実際にまあ受賞した人とかを見ても、そうだよというところで、まあ、今日のテーマもですね、そういう公務員がやっていることについて話すので、そこをちょっと掘り下げていきたいと思います。その改善すべき課題を発見するって結構その自治体の業務の中で、そこに本当はこれを解決すべきだよねっていうレベルで話せる方って、結構確かにその限られているなというふうに思ったりします。私自身もそのいろんなその自治体の方でそのデータ活用のワークショップとかやる中で、どうしてもこう業務の範囲があって、でそこの中だけで考えてると多分こういう発想になかなかいかなかったりするかなと思うんですけど、そういうその発見するためになんかどういうことがあると、その皆さんこういう 本来の課題みたいな、その言われたことをやるんじゃなくて、その改善すべき課題って何だっけって自分の言葉で語れるみたいな になるんですかね。そこが一番僕重要だと思ってますけども、そういうこれまでの受賞者とかを見てて、もともとそういう人なのか、それとも何かのきっかけがあってそうなったのか。基本的にはやっぱりその原体験みたいなのがあると思うんです、うん、これおかしいよねって自分で思ったことを推進していくみたいなことが一番馬力が出る気がしていて、そうですね、それこそ起業家とかもそうだと思うんですけど、これ不便だよねとか、これあったらいいよねみたいなところでやり始める企業家って途中でやめないから成功することって多いじゃないですか。しかも自分が本質的な当事者だから絶対こういうサービスあった方がいいよねって信じてやってる人と、まあこの仕事やってねみたいな、この手順だよって言われてるのとかなり差は出る。
まあ、原体験をじゃあいっぱいしろっていうのはまあ難しいんですけど、うん、やっぱりその強いて言うのはやっぱりその普段の仕事をちゃんとそのこれが最適なのかなっていうことを見れるかどうかみたいなのが大事かもしれないです、うんうんうん、まあ、確かにね、それは起業家も確かにその通りですね。起業家とか特に社会起業家とか原体験を持ってる人は非常に強いですよね。そうですね、何があってもこれやるんだみたいな、なるほどね、ありがとうございます、うん、だから別にこの特別な人ばっかりがそうなってるわけではないっていう感じですかね。なんとなくこれは多分公務員の人と意見は変える気がするんですけど、うんうんうん、結構活躍してる公務員の人って特別だよねみたい なんか僕らとは違うよねみたいな悪用されてるケースが多いと思うんですけど、僕実はそんなに違いはないんじゃないかと、はい、その能力という面でも結構、うん、そうでもなくないって思うこともあったりしていて、でこれってこれもまたちょっと起業家の例になっちゃってあれなんですけど、起業家ってなんかめっちゃ能力高い人がなんかやり始めてる感じは僕はしなくて、えいやみたいな感じで、なんかあの腹くくってる人たちがその経験とかをしていく中でどんどんなんか能力を高めていってる感じが強いんですよね。だからなんか一歩踏み出せてる人みたいなのはすごく僕は強いなと思いますね。そうですね、あの本当僕自身も起業家周りに多いですけど、最初は本当思い込みだったりとかをなんかあの根拠のない自信とか、はい、そういうのから始まって、ただやっぱ経験してると当然そのいろいろ失敗しながらもやっぱ得意になっていきますよね。そうするとこうより本質的なことを理解してったりとかということで、うん、やっぱ一歩踏み出すかっていうのはすごい大事ですね。ありがとうございます、コメントのチャットの方でも入ってますね、課題は、市民の課題なので市民の、現場現実悲しみの言葉を社会の課題として捉えられるかどうかということだと思います。確かにその辺は大きいですね。やっぱ公務員は市民のために働いているわけで、まあ、そこを結構そのそういう意味では最近特にそのこう目の前の人みたいなそのリアルな感じれるものと、あともうちょっと マクロな視点でもうこう社会の課題につなげるみたいな、そう翻訳するというか、そういったことってすごい公務員に求められてるなという気はします。最近だとそもそもその市役所に来なくていいようにしたらいいじゃないかみたいな、そのそういう話も出てきて、そういうのってこう目の前の対応している人だけ見てると発想としてなかなか広がっていかなかったりしますよね。コメントありがとうございます。はい。そのあと必ず公務員関連で出てきて普通の会社と違うところって、まあ、いろいろあるんですけど、移動っていうのがありますよね。その移動によって活躍できなくなったりとか、なんかそもそも得意だったことですごく好きだったのができなくなったりとかいうことがあったりすると思う。そういう悩みみたいなのはサロンとかそういう場の中で結構出てきたりするんでしょうか。人事の不満めっちゃ多い気がします。ですよね。はい。公務員の人は、うん、でもどうなんだろうな、人によるかもわからないんですけど、うん、でもちょっとやっぱり時代には合ってなく、うんうん、ないだろうなっていう感覚はあります、ね、うんうん、今その人事の問題ってありました。僕自身もその自治体の中での人事ってすごい課題だらけだなと思っているんですね。すごくまあ、これ自治体によっても多少違いますけど、すごくブラックボックスだったりとか、そもそもこう自分の行きたいところの意思さえもこうそもそも聞いてくれないところも自治体によってあったりとか、そもそも評価がやっぱ年功序列の中でもっと違うそのインセンティブというかモチベーションの設計がかなり必要だと思うんですけど、そこら辺があんまりこう制度として整ってなかったりとか、なんかそういうその人事の話について、なんか、こうしたらいいんじゃないかとか、なんかもしくはなんかこういう自治体はすごいよなみたいなその事例とかって何かご存知ですか。こうした方がいいの一言だけで言う、うんうん、一言だけめちゃくちゃ言いたいのはやっぱり個人、うん、職員個人のモチベーションをあんまりちゃんと考えられてない、うんうんうん、ここはいろんな手法あると思うんですけど、うん、
そこはなんか どうにかした方がいい気がしますね。というのは、まあ、移動もそうなんですけど、結局今それに公務員って地頭もいいし勉強できる人たちだから、はい、まあ、行った先で勉強して慣れちゃうんですよ。で最低限の方がこなせるはずなんですけど、こなせる人も多いと思うんですけど、なんかそれってなんか本当に好きでやろうとしている、例えば福祉の人、福祉はちょっと専門職だったり、うん、まあ、自分がすごくこの分野で人に貢献したいっていう分野ってあったりするじゃないですか、うんうん、それを他ので回すっていうのは組織としてはすごくまあ損失だと思うので、うん、そうですね、うん、まあ、その移動もそうなんですけども、なんかそのまず公務員のモチベーションを引き出すためにどうしたらいいかっていうのはすごく考え尽くされたらいいなとは思ってます。で、事例で言うと、まあ、なんか先進事例みたいなので言うとあれなんですけど、うん、まあでもあんまりないんですよね。でちょっとこれ僕のこのやってるサイトで、はい、今日多分ちょうど上がり始めた人で、豊田市の、豊田市、はい、20年ぐらい前に人事改革をやった方の記事が多分ちょうど上がってるんで、終わったら見てほしいんですけど、わかりました。これで話をしていただいてる内容が実は20年前にやってるのに今でも結構最先端みたいになっちゃってるんです、うん、僕が見てる限りほーいうぐらい、やっぱりなんとなく遅れてるなと思って、うーん、そのまあ最先端の豊田市って何なのって話になるんですけど、まあ話聞いてる限りでは、まあ、その方は市民のための人事制度って話をしてるんですよ。つまり、市民に成果を出すために人事制度を作んなきゃいけないけれども、多くの団体は、うん、要はその組織の管理業務だと思ってると、はいはい、要はまあまあもちろんその例えば病気になったりして出社できないみたいなことって起こることはもちろんあるんですけど、うん、でもそうじゃないよねと、本来そこを対応するんじゃなくて、うん、本来やらなきゃいけないのはどういう人材がそのシーンのために必要で、うんだからこういう制度にしてますよみたいな話になるんだけど、根幹がやっぱりなってないっていう話がすごくあって、あ、なんかそういうこと言う人って僕あんまり聞いたことなかったんです、その人事の。そうですね、うん、だからその市民のための人事制度みたいな観点っていうのはなんか、はい、まず概念としてものすごく大事だし、はい、なんかそういうふうになってくれるとめちゃくちゃ変わるんじゃないかなと思いましたね。そうですね、いい言葉ですね、市民のための人事制度。うん、後で記事読んでみます。ありがとうございます。なるほどね。コメントでもやっぱり評価制度を整ってないと感じるとかですね、コロコロ人が変わって、毎度素人にリセットされると周りに困っちゃいますね。これはあれですね、あの移動についての話ですね、はい。チームと組織の違い、チームは人を生かす、その視点があるかどうかと。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、石塚さん、横浜市の石塚さんも入ってきてますけれども、ぜひ何か質問とかあったらね、お願いします。はい、うん、すごい、さっきもちょっと言いましたけど、その公務員が選ぶっていうのがすごくいいなというふうに思っています。アワードですね。はい、アワードに関して。そこはやっぱさっき言ったようにこう派手さじゃなくて、ちゃんと価値を出しているみたいなのを、分かるためにはやっぱり公務員自身が評価するっていうのがいいんじゃないかというふうに、これも最初の方から割ともうビシッと決まっていたことですか。そうですね、もう完全に、うん、そうです、決まってました。うん、いいですね。それ最初の方って実際でも知られてないと投票数も集まらなかったとか、推薦数も少ない、今は多分多いと思うんですけどね、少ないんじゃないかなと思うんですけど、そもそもどうやってそこの最初の課題はクリアしたんですか。まあ、もうなんかゲリラ戦って言ったらあれなんですけど、はい、もうなんかですね、最初にまずウェブサイトない状態で活躍している公務員の方に連絡をして、こういうウェブサイトを作るんで、はい、インタビューさせてくれませんかっていう、しかも公務員でも何でもなくて、当時ジャカルタにいた僕が連絡をしているその時代で、はい、ここでお会いした方からどんどんそのイケてる公務員みたいな人を紹介してもらって、はい、なんかそういう人たちって発信力を強く持っていたので、うん、でしかもなんか優しいんですよ。うん、あの
こんなクレイジーなことしてるやつがいるみたいなので、はいはい、なんか最初の頃とか記事上げるたびにみんなシェアしてくださったりして、はい、ちょっとずつ知られて、で、さらにそういう人たちに審査員になってもらったりしてたので、僕の力はもう全然ないんですけど、そういうなんかすごい人の力を借りて、なんか、体制を作っていたみたいな。はいはい、いや、素晴らしいな。なんか、普通にこう、ビジネスモデルのケースとしても、かなりこう、面白いですよね。ホルブのやってることっていうのは。意外とでも、そうそう、多分、こういう発想でやっていく人って増えると思うんですよ。要は、自分のやりたいことを、まあ、自分が食っていけるぐらいになればいいよね、みたいな。うん、僕、ちょっと中身読んでないですけど、しょぼい企業で生きていくっていう本が2万部か3万部売れてると思う。はいはいはい、そういう感覚って、多分自分がやりたいことをやる、うん、金持ちになる企業じゃなくて、その生きていくために楽しむ企業みたいなことは増えていくので、そういう意味では結構マニアックな例かもしれない。ごめんなさい、今後増えてくれかもしれない。はいはい、今はマニアックです。そうですよね。質問で、目立たずに活躍している公務員はどうやって探しているんですかという。あ、これやっぱり公務員に聞くんですよね。はいはい。まあ推薦ですもんね、うん、はい。例えばすごい地味な領域でも、うん、その地味な領域の有名人みたいな人もいるんですよね、うんうん、でそれってあんまりその、まあ、メディアにもう出ちゃってるケースもあるんですけど、うん、出てないすごい人っていうのは多分僕が会えてないだけでまだまだめちゃくちゃいて、それは楽しみでもあるんですけど、うんうんうん、本当にいっぱいいると思います。地味にバス芸人いますよ。ああ、こう書いている方はバス関係の、人なんで、確かにいますね。バスにすごい、すごい人。ぜひ推薦いただけるといいんじゃないかなと思いますね。コメント入ってますね。公務員の強みは、同業他社に惜しげもなくノウハウを教えます。そこをうまく加藤さん使ってる感じです。ありがとうございます。はい、いや、そうなんですよ。そうなんですよね、うん、ノウハウの共有がやっぱすごく多くて、はい、これそうか、慣れちゃ、そうそうそう、本当島田さんありがとうございます。慣れちゃってるんですけど、うん、なんかめっちゃ教えてるんですよ、公務員って。公務員って、うんうん、例えば県の中の勉強会とかもあるし、うん、なんかそのつながりの中で教えてるから、民間企業なんて絶対ありえなかったんですよ、うん、そうですよね、うん、たまたま僕その民間企業にいた時に、ジャカルタに駐在していると、なんとなくジャカルタの中に日本人コミュニティみたいなので、強豪だった、リクルートの人とか、なんか仲良くなっていろいろ喋れたりして、そんなことやってたのでなるんですけど、日本にいたら多分起きないようなこと、うんうんうん、それが公務員の場合はなんかめちゃくちゃ押し合ってるし、うんうん、なんかその雰囲気は多分すごくあったと思いますね。そうですよね。他の自治体の事例とかもね、どんどんこうパクるみたいなのは別にこう悪いことじゃないですもんね、うん、いや、そうなんですよ。うん、いいですね。で、またこれ、その、やっぱこう、現場の公務員同士がつながるっていうのもすごくいいなと思っていて、なんかこう、うん、その、せっかくいいことをやってても、それって、その、つながらないと伝わらないじゃないですか。その、で、それをちゃんと資格化できて、で、ネットワークとしてつながってるからこそ、まあ、直接教えてもらえるみたいな。ところはすごい今までありそうであんまりなかったなと。で、うん、いい事例があったとしても、それをこう、その例えば、市役所同士の関係でいくと、なんか窓口、今の課の窓口に話を聞くんだけど、その人もう移動しちゃっていないから分かんないわみたいなことになったりして、せっかくのノウハウが失われてしまったりするんですけど、こう直接その人のその人の名前でつながるみたいなところは、すごい素晴らしいネットワークになってるんだろうなと想像します。この辺どうなんでしょう。そうですね。オンラインサロンの話ですよね。サロンかな。はい。そうですね。で、思ってて、これはこれだから僕もちょっとあんまり後先考えずやるタイプなんだなっていうのもちょっと思っちゃうんですけど、うん、オンラインサロンやった時に結構人が、初月から160人ぐらい集まってくれて、今240人なんですけど、はい、9ヶ月かな。で、なんでこんな集まるんだろうってちょっと自分で思ったんですよ。はい、なんでこんな集まるんだろうみたいな。でも、やっぱりその地方に散らばってるじゃないですか。うん、だから、そのセミナーとか受けようにしても、なんか東京まで出てくるとか、その首都圏出てくとか、
なるので、もう移動時間だけでしんどいじゃないですか。で、うんうんうん、今って公務員って結構忙しい人は本当に忙しい。なんか偏りがあって、多分平均時間はそんなにめちゃくちゃ残業時間長くないと僕は思う、うんうんうん、知ってる限りは。だから偏ってる人めっちゃ忙しいから絶対出てこれないんですよ。うんうん、なんかそういう人ほどじゃないですけど、なんか忙殺されてる人ほど結構その視点を上げるみたいな行為って大事じゃないですか。だからそういうのをズームで参加してもらうっていうことに価値を結構覚えてくれるのかな。なんか結局僕いろんなその弁護士に相談できますとか医者に相談できますとかっていうプラットフォームを用意してるんですけど、うん、誰も使わないんですよ。へえ。ほとんどの人が今そのズームでセミナーっていうところに価値を感じてくれて入ってくれているので、なんかそこは、うん、なんだろうな、やっぱりそういうものにニーズがあってはい、はいはいはい、そうなんですね。お金もバカにならないですからね。そうですよね。東京を往復して宿泊までして夜になんか飲み会とか行ったら、うん、多分普通に 4,5 万とか行っちゃうじゃないですか。そうですね。昔の時代にも夜行バスとかで行ってる人とかってやっぱり常にいるんですけど、うん、聞くと、うん、でもやっぱりなかなかそういうのって結婚したら続かないとかってなって、はい、だんだんなくなっちゃったりすると思うんですけど、なんか Zoom、今のがやってる地方公務員オンラインサロンは、月1500円だけなので、まあ、変な話、後継者、電車賃みたいなもんなんですよ。それで2回セミナーを受けるので。そういう意味では、なんかハードルをものすごく下げていいのはあるかもしれないですね。これもう基本的に皆さんも、個人で、業務関係なく、参加しているっていうことですよね。あ、そうですそうですそうです、はい、税金じゃないですですよね、はい、うん、なんか、まあ、そもそもその業務と公務としてやろうとすると、そもそもズーム使えないとかねあるかもしれないですね。というのがありますよね。僕ちょっと話それますけど、その地方こそお金ないとか、その小さな自治体こそまずはオンラインミーティングできるようにしようよっていうのを毎回言ってるんですけどね。それこそ出張費かかるから、オンラインでミーティングをみんながその公務でできるようになると相当生産性上がるんじゃないかなというふうに思ってたりします、うん、そういう意味ではZoomのいい使い方のにもなってますよね、きっとね。それを伝えるように、あ、はい、慣れるといいかもしれないですね使えるようになってくれれば、ね、はい、うん、業務でね、その使えるようになるといいなと思っています。わ、うん、かりました。ありがとうございます。はい。はい。あと、10分切ってしまいましたけれども、皆さん、ぜひ、残り少ない時間なんで、いろいろ聞きたいことを聞いていただきたいなというふうに思いますけれども、はい。で、ちょっと これからの話もお伺いしてみたいなと思うんですけれども、何か、これから、こういうことを力入れていきたいとか、なんか、もし、将来構想があればお伺いしたいんですけれども。ああ、これあんまり面白くない答えになると思うんですけど、はい、一個はもう本当にオンラインサロンっていうものを通して、はい、世の中にやっぱり公務員の人に社会実装してもらいたいっていうのがすごくあって、うんうん、これ笑われると思うんですけど、僕9000人集めたいんですよね。ほう、オンラインサロンに9000人集めた。なんでかというと、一般行政職員っていうのは全国に92万人いて、まあ 1% 取れば9000じゃないですか、うん、はい、で入ってくれる人ってやっぱりすごく能動的積極的な人が多いと思っていて、うんうんうん、その人たちが 1% ぐらいもしサロンに入ってくれたら、なんかめちゃくちゃ良くしてくれる、その地域をかなと思ってるので、なんかめちゃくちゃ新しいことやるというよりかは、今せっかく生まれたプラットフォームも大きくて、うんうんうん、ように社会実装されていくっていうことが、うん、なんか僕のなんか願いというか、なるほど、願いというか、多分そのためにやりだしたので、うん、なんかそこが一個あるかなと。で、あとですね、まあ違うことでちょっと話をするったら、うん、やっぱりちょっと、人事のところですかね、うんうんうん、ここはどうしてもその公務員個の力を削いでるような気がするので、なんかそうならないような仕組み作りみたいなのは、いろんな手法を使って、これは何かを発信するのもそうだし、ツールを提供するのもそうかもしれないんですけど、そういうことはしていきたいですね、うんうん、そうですね。そこは
コードフォージャパンとしてもすごく大事だと思っているので、何か一緒にできることがあればぜひ一緒にやっていきたいですね。はい、僕らはシビックテックと言っているので、まあ、結構技術活用が多いですね、テーマとして。働き方改革みたいなのもやってたりしますし、はい、であとはまあ人事で言うと、やっぱこの移動のローテーションの中でその技術的なスペシャリストが育たないみたいなところが結構課題だなと思っているので、ちゃんとその技術系なら技術系のキャリアパスをちゃんと作ろうよとかですね、そういうロールモデル作りとか、まあ、そういったものを今、やっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、そういう意味でちゃんとそのいろんな専門性みたいなのもこれから必要になってくるんで、まあ、そういったところをちゃんと自分でキャリアパス構築できるみたいな、そういう組織になっていってほしいなというふうに感じています。そうですね、はい、うん、なんかコメント欄が結構盛り上がってますね確かにでも9000人入ったらだいぶ変わりますよね、うん、ここでプロジェクトが増え、プロジェクト化みたいなものもね、できてくるといいですよね。これから多分、システム共同利用とかですね、業務標準化みたいなものを結構総務省も真面目に言っているので、そういった時にはその地域間で連携するとかですね、そういったことが増えてくるはずなので、まあ、そういう横でちゃんとつながっていて、じゃあちょっとこのなんか実証実験一緒にやろうよみたいな、動きが、そこのサロンの人たちでできてくると、すごく楽しそうだなって聞いて、あって思いました。はい、切りよく1万人でってコメント入ってます。そうですね。勧誘お願いします。そうですね。なんかこう、皆さんで勧誘していったら。でも、本当面白いビジネスですね。公務員って、まあ、そもそも数多いはずですもんね。全部入れたら330万人。ね、330万人のマーケットって結構大きいので。そうなんですよね。セグメントとしてでかいので、そこに対してのもっと価値を生んでいくようなことっていうのは、こういうオンラインサロン以外にも、いろんな、ビジネスというか、まあ、いろんなその、取り組みが全然考えられるべきだし、もっとやっていったらいいななんて思いました。そうですね。だから、うん、まあ、一応会社名は伏せときますけど、うん、そういう、ですね、組織の、組織開発とか組織のモチベーションを維持することによって、うん、組織の成果を高めるみたいなことをサービスにしている上場企業の人と話をさせてもらったり、今日ちょうどしてきたんですけど、やっぱりそういうところも興味を持つ市場規模でもある、うん、ただどうアプローチしていいか分からないし、うん、なんとなくその人事に課題ありそうだよねと思いつつも、やっぱりよく分からないっていう状態でもあったので、なんとなくそういうところをうまく通訳できれば、またなんか僕は人の力を使って公務員と結びつけて、でなんかうまくいったらいいななんてことを思っていて、それはツールの話ですけど、なんかそういうこともできるのかなと思ってますね。いいですね。なんかやっぱり通訳者ってすごい大事だなと思うんですよね。その両方の言葉分かるというか、加藤さんであればちゃんとこうビジネスとか人の巻き込み方とかを知っていて、で、そういうのと、そのちゃんと公務員のその取り組んでいることの大事さとか、抱えている課題みたいなのを、ちゃんと知っていて、まあ、それをちゃんと自分の言葉で語れるみたいな、そういった人がどんどん増えていけばいくほど、もっとこう風通しのいい、うん、自治体みたいになっていくはずなんで、で、まあ、外からもどんどん応援していく人が増えるっていうのは、すごくいい、循環になっていくなと思いました。そういう意味では、まあ、お役所仕事を変えるっていうのは、多分こう公務員だけではやっぱ難しいところあると思うんですよね。あると思います、うん。そういう意味では、加藤さんみたいな人がどんどん出てきたりとか、まあ、ぜひ皆さんもコード4の活動でもいいですし、自分自身の活動でもいいので、公務員以外の方、聞いてる方はですね、ぜひ、友達、公務員の友達を作ってですね、いろいろ一緒に、こう、アーダコーダー考えて、応援する活動につなげていってもらえると嬉しいなというふうに思います。はい。最後、ちょっと質問が入ってますが、単年度予算の限界をどう突破していますか？どう突破していますか？これは、かなり具体的な話ですね。複数年の動きが取れないとか、概算要求の今から1年
半先のことまで考えないといけないとか、突破のやるべきことができないっていう。これなんかサロンの中とかこれまでの話でこういう話ってあったりしたんですかね。あんまり深掘りされたことは僕は見たことないですね。ただどうなんだろうな。これどっち側の、目線なのかはちょっとわからないんですけど、なんだろうな、変えられないものと変えられるものは結構なんか分けた方がいいと思っていて、はいはいはい、もう絶対動かなそうなところはもう、なんていうかな、あんまり固執してもしょうがないかなとも思ってるんですよね。だから、多分今だと年度予算とかの話は動かせなさそうな雰囲気がある。そうですね。これ書いてる人は、外側からいろいろと公務員と一緒にですね、いろいろこう、ああ、そういうことですね、民間側から。解決しようとしているので、やっぱこれは非常に自治体の制度の中の一つ大きな課題だなとは、僕自身も思いますし、ここら辺はうまくやっている人がいれば、すごく、話聞きたいなと思いつつ、参加者から回答が、なるほどなるほど、観光系だったら一般財源から、外出ししますっていうのが、ね、やっぱそういう知恵を持ってるのもやっぱ公務員なんですよね。うん、そこからやっぱこういう議論が起こっていく場っていうのはすごい大事だなと、確かにいうふうに思います。そういえば島田さんが言ったことで思い出したのが、東京都が結構それをうまくやってるって聞いたことがあって、うん、そうなんですか。なんか昔はその外郭を潰していくっていうフェーズが、はい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 、今もあるのかな、あったと思うのを、今はその自由度を出すためにあえて作っていると、うん、でそれを別に悪いように使うわけじゃなくて、なんかそれを自由に使うことの方が市民に返せるなっていう観点で使っていて、はい、東京都でそういうことをやってたりするっていうのは結構聞いたことがありますね。でもどこもなんだかんだそのスキームの中でどうやるかっていうところをちょこちょこやってる気がするんですよ。これ観光だけじゃなくて、うんうんうん、でまあそれこそあれかもな、僕に聞かないで公務員の方に聞いた方がいいかもわかんないです。で僕が一個思ってるのは、はい、入札制度の限界みたいなのはすごく感じていて、うんうん、なんかあの辺はそろそろなんかメス入れてほしいなっていうのはすごく思ってます ね、はい、ここはもう IT 系とかはもう本当に単年度で考えてると全然正解は出しにくいので、はい、そこはもう常々いろんなところに行っている話でもありますね。はい、ありがとうございます。ちょっと時間がもう時間になってしまったので、配信は以上というふうにさせていただきたいというふうに思います。なんかもうチャットの方ですごい盛り上がってるんで終了するのがもったいないんですけども、はい、残念ながら時間となりましたので、終わってみればかなりの人数が参加してくれています、ね、よかったです。僕の集客力のなさがバレるバレてますか。いえいえ、まあ、YouTube の方でもきっとたくさん見られることだと思います。はい、というわけで、今日は、ホルグの加藤さんにお越しいただきました。お役所仕事を変える公務員がやっていることというテーマで、いろんな角度からお話を伺いました。で、この模様は YouTube でも公開されますので、途中から来た方なんかは後でぜひ振り返ってみていただきたいなというふうに思っております。というわけで、お忙しい中、加藤さん、あと参加してくれた皆様、本当にありがとうございました。以上で今日の配信を終わりたいと思います、本当にありがとうございました。それではさよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、ちょっと忘れていました。さよならの前に毎回聞いてるんですけど、加藤さんに、今日の配信を振り返って参加してみてどうだったかっていう感想をいただいてもよろしいでしょうか。なんか物足りないなと思ってた。あ、この場でですか。はい、いや、ちゃんとだんだん人が増えてきてよかったなって減っていくのが一番嫌じゃないですか。あ、そうですね。もう興味ないなみたいなね。9人ぐらいいたのに終わった時4人とかの方が辛いので、はい、そういうんで安心しましたこんなんでよかったですか、ごめんなさい
大丈夫ですよ。なんか内容についてこう振り返ってみて。あ、内容ですよね。失礼。はい、なんかあれば。はい、そうですね。はい、なんだろうな。でもなんか、結局多分今日ちょっと話したことって、あの本に書いてある本当に超構想的な話なんですけど、はいはい、なんか僕やっぱり、実は公務員、まあ民間人もそうかもしれないですけど、うん、能力みたいなものってそこまで差はないと思ってて、結構一歩踏み出せるかどうかみたいなところが、長期的には大事、その短期的にはもちろんあるかもしれないなと思うんですけど、でも5年前に踏み出してる人って多分今めちゃくちゃ強くなってる気がするんですよ。そういう意味ではなんとなくそのリスクを抑えつつも、なんかその一歩踏み出すようなことがいろんな場で、それは公務員もそうですけど民間人もそうですけど、なっていけるとすごく皆さんの半径5メートルなのか10メートルなのかどんどん良くなって世の中全体が良くなる気がするので、まあなんかせっかく皆さんの貴重な時間を今日いただいたので、うんうん、なんかもしお伝えできるとすれば、なんかみんなそれぞれの持ち場でできることをなんか行動していったらすごくお話しして良、はい、かったなと思うので、なんかそんな風につながればななんていうふうに思っています。はい、ありがとうございました。というわけで、ちょっと最後ぐだぐだしましたけれども、今度最新終わりたいと思いますけれども、あの皆様よかったらですね、ぜひもういろいろとなんかつながりたいなと思った方はですね、直接あの加藤さんにご連絡いただいたりとか、あのオンラインサロンに、ね、入っていただいてですね、あとは本もあのリンクを後でその HackMD の方に貼っておきますので、よかったら読んでいただければと思います。あの僕も読みましたけれども、非常に、まあ、今日話したようなことがさらに深く載ってますので読んでいただければと思います。あと、来週末は Code for Japan Summit がございます。あの実際公務員のアワードをあの取った人もですね、結構何名も来ますので、ぜひいろいろつながって、面白いことができればなというふうに思います。ではちょっと時間が長くなりましたけど今度こそ終了したいと思います。参加いただいた皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。さよなら。